9.550 という高得点が出ましたシャリポフ。さあ今度は女子のゆかの方です。大川真澄、今年の全日本の第2位でした。曲はホームアローン。なかなかあの3回ひねりがね成功しそうでしないんで、一つ赤羽さん最後はきちっと見せてほしいんですがね。そうですね、非常に難しい組み合わせをやるので、本人も緊張していると思うんですけど、はい、今日はぜひ決めてほしいですね、はい、本当に日本のこれから、まあ、将来をある意味では菅原選手とともにこう担っていくこの大川選手。朝日生命クラブは全日本の団体で11年連続優勝という偉業を達成しましたが、その中心選手がこの大川。この選手もいきなり最初から大技の連続ということになります。さあここです、この宙返りから。さあうまくひねれるか、まずまずですか。はい、本来だと3回ひねりからすぐ前宙に持ち込むんですけど ね、 ね、ちょっと練習で失敗多かったから抜きましたね、はい、切り返しの前宙まではいけませんでした。でもこの組み合わせは非常に高い感じがあります、はい、これは着地まずまず決まりました。月面宙返り、今日はうまくまとめてますね、はい、この辺りの指先まで動きには注意していかなければいけないわけですが、昨日はあのラインオーバーとかありましてね、もう本当に最後は浮かない顔だったんですが、綺麗に締めくくれるかどうか。大川非常に振り付けとか面白いんですけども、少し表情が変わると面白いと思います。あとは表情ですね、はい、タンブリングなんかはすごく高い位置でやるんですけども、はい、ジャンプもう少し頑張って高さを出してほしいですね、うん、最後はあれ3回ですか。3回ですね、はい、今日はよくまとめました、これは基礎点も相当高い。そうですね、これは10点満点だと思います。10点満点ですか。ただあのジャンプ系統の足が開かないところがちょっと180度足りないんですね、開脚部分が、はい、そのあたりをどう、まあ、